豊中市街にあるスタジオ。ヒップホップダンスを行う子どもたちとともに池田さんの姿はありました。池田さんは現在ダンス講師として小学生から大学生までおよそ15人の受講生にダンスを教えながら、自分自身も世界で活躍するプロのダンサーを目指してダンスの技術を高めています。4年前と変わったことは？心構えが違います。なんか自信がついたかな。もう自分のダンスはこれやっていうのをいろんなところで出せるようになった気がします。4年間の練習の積み重ねで自信を持ち、自分のダンススタイルを確立した池田さん。講師となって成長したところは？やっぱ教えるってなったら自分が一番できてないとダメなので、やっぱりその基礎から見直しました。自分がお手本となってやらないといけないんで、そのお手本としていい人間であるかというか、いいダンサーであるかどうかっていうのをしっかり確認しました。教える喜びはどんなところ？成長は楽しみです。なんか最初はこんなことできなかったのに、今になったらそんなこともできるようになったんとか、そういう成長はやっぱり楽しみです。子どもたちの成長を見るのが楽しみと話す池田さん。レッスンを終えた受講生に話を聞きました。池田先生はどんな人？面白くて、いろいろなことを教えてくれて、ダンスが上手くなるようなレッスンをしてくれる先生です。教え方も丁寧で分かりやすくって可愛い先生です。池田先生みたいなダンサーになりたいです。子どもたちに慕われ憧れの存在でもある池田さん。4年前の取材では世界一になりたいとダンサーとしての目標を話してくれました。そして昨年3月、フランスで行われた世界最大級のストリートダンスコンテストジャスト部に13年間コンビを組むパートナーとペアで出場。ヒップホップ部門で見事優勝し、世界一の目標を達成しました。世界一になった気分はどう？私あの大会にもう4度挑戦してて、もう優勝するまでに4度挑戦してて、もう準優勝止まりだったんですよ。でもやっと優勝取れたから、わもうやっとやみたいな、もうちょっとホッとしたんですよ。これで違うタイトルも目指せれるなと思って。なんか世界大会って別に1個だけじゃないんで、もっといろんな世界大会に挑戦していくために、とりあえずこのジャスティブを決着っていうか、もう終わらせようじゃないけど、とりあえず一区切り終わらせようって思ったんですよ。だから私も相方も、もうほんまに優勝する気でしか言ってなかったし、負ける気なんて絶対全然思ってなかったんで、まあそれがその気持ちが、まあ、ついてきてっていうか、まあ結果もついてきて、もうすごい安心しました。優勝しても池田さんにとっては次の目標への通過点のようです。今後の目標は？目標はその今回は、まあ、チームバトルだったので、まあ、2対2だったんです。だから相方といろんなことを補っていきながら勝てた、まあ、言えばチームワークも大事だったので、2人で勝ち取った勝利なので、もう次は1人でも世界で勝てるようになりたいです。なんでとりあえず次はどんどん、まあ、今年もその、いつも毎年そうなんですけど、もっといろんな外国に出ていって、そのバトルで優勝するっていうのが、まあ、目標です。池田舞香さん、日本を代表するダンサーとして世界で活躍してください。